今日のセカンドチャンネル。セカンドチャンネルはちょっとないんですけど、流行ってないチャンネルのセカンドチャンネルの需要のなさ異常で、今日はちょっと報告というか、報告動画です。風呂上がりでちょっとすっきりしてる状況なんですけど、今てかゲーム買ってきたんですよ。ゲーム、新ハード、本体なんだろう、スイッチかな。ついにエテさんもスイッチなり PS4 なりに手出しちゃったかなって感じ。ね、もうスイッチ PS4 じゃないね、じゃないね、これね。プレステ2のドラクエ8の実況をさ、やってるんだけど、プレステ2がね、壊れたと。壊れて、今できん状況だったんですが、買ってきました。はい。買ってきました。そう、壊れたプレステ2、ちゃんとね、写真とか撮っとけばね、まあ、そこら辺がちょっと意識の低さだよね。動画主として、そこがちょっと意識の低いっていう、カラスが、低いところです。なんで、ハードオフ行って、ね、買ってきました。プレイステーション2。今更プレイステ2、カラス。今更プレステ2買うやつもね、まあいないと思うけど、まあ、そう、今更買うやつです、相手は。ちょっと、充電します。充電しました。まあまずプレステ2ね、プレステ2。はい、これ、買いました。プレステ2買いました、ちゃんと。だから、5月中には、ドラクエ8の、縛り実況を、終わらす予定です。はい。もうそろそろね、プレステ2のゲーム実況すると、本当2年とかかかるね。クリアするのに。クリアするのにさ、モンハンドスの時もそうじゃん。結局もうなんか1年2年かかったやん、あれもクリアするのに。ゲーム実況向いてないんじゃないかな、って。まあハードオフで買ったんだけど、本体ね、結構いっぱいあって、まあ相手が言ったハードオフ5台ぐらいあったんだけど、まあ5台中、4台が、起動しないと。起動しない。なんで売ってんだって話だけどね。起動しないですみたいな注意書きが書いてある。チェック時、ゲーム起動しませんでしたって。もうその時点でもう論外じゃん。動かんプレステ2なんて、ね、買うやついないでしょ。唯一ね、動く。チェック時、ゲームできました。背面パネル欠損っていうのがあったんで、唯一あったね、こいつ。見える?これ。まあ、こいつを選ばせてもらいました。まあ、ただなんか後ろのなんか、後ろのカバー的なやつがね、ないっていう。ここなくすやつおる?ここの、後ろのカバーなくすやつおる?おったんだね。おったんだね。まあ、とりあえずね、まあ、こいつが、何事もなくね、動けば、ドラクエ8の実況開始しますんで、もうちょっとお待ちください。まだね、イラスト紹介できてないやつとかもあるから、早くやりたいです。あと、ついでに、やっぱね、ハードオフいっちゃうとね、買っちゃうんよね。ジャンクソフト。ジャンクソフトをね、毎回買うのはいいんだけど、やらないんだよね。買うのはいいんだけど、やらずに、袋から出さずに、まあ、そのまま、エテのコレクションとして保管しているシリーズ。
まあ、太刀になるであろうものを、4本買いました。4本。5本買いました。まあまあ、サクサクっとね、サクサクっと紹介します。1本目。ドラクエのモンスターズの、ジョーカーの初代。うん、ジョーカー初代。これ、やったことないんで、買っちゃいました。これ、108円。108円だったら買うでしょ。108円だったら絶対買うでしょ。はい、次。ドラクエモンスターズジョーカー2。無印版。プロフェッショナルじゃない方。これも、108円。絶対買うっしょ、これ。108円。説明書もちゃんとなんか入ってるし、2つとも。で、もう、で、DS、あともう一個あるのが、これ。ちょっとね、今までとは、ジャンルが全然違うんだけど、これも DS のソフトで、稲妻11、3、世界への挑戦、ボンバー。1、2知らないし、稲妻11、やったことないんだけど、まあ、やったことないんだったらさ、108円だしさ、ちょっと、やってみようかなって、これ、ちょっと実況候補、エテの中で。うん。野球部のエテが、サッカーゲームに、挑戦してみた、みたいなね。うん。まあ、唯一知ってんのが壁山。以上。で、あと2本がプレステ。たまごっち。これは昔、姉ちゃんがやってたから買った。お姉ちゃんがね、これめっちゃやってたから、うん。買った。これはまあ、コレクション。で、最後。プレステ、プレ2の、鋼の錬金術師の赤きエリクシエルの悪魔。鋼の錬金2だね、これ2。1知らないけど。で、基本的にね、ちょっとキャラゲーっていうの、キャラクターゲー、アニメのやつとかは、やらないんだけど、やらないっていうか、好まないっていうか、あんま好きくなくて。だけどやっぱ、さ、まあ、そんなとこでさ、しょうもない好き嫌いしてても、あれだし、これも全部108円。ね、108円でね、まあ、どんなもんだということで、ちょっと買ってみよう。これもね、ちょっと実況してみたいなっていうのはある。うん。の一本。以上。以上です。はい。まあ、こんな感じで、とりあえず、プレセツ、買ったんで、また、実況。さ、レンズ、ほこりすごくない?なんか。何?絵手が輝いてんのか?絵手の輝きが、飛び出てんのかこれ。ほこりです。まあこれ、とりあえず、また、実況開始しますので、見てくれよね。じゃあね。サムネイル撮影するわ、サムネイル。絶対使わねえわ、このサムネ。